久しぶりです。揃い部楽しかったです。ありがとうございます。私はめっちゃ揃い部楽しかったです。揃い部ありがとうございました。おととい、おとといか、おとといなのか、昨日のことに感じる。うん、楽しかった、ありがとうございます。うん、お、夏目さん、お、ハロウィンくまちゃん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう、夏目さんも昼夜来てくれてありがとうございます。ありがとう。どうでしたか、揃い目来てくださった皆さん。ちなみに歌もね、毎回歌ってるんですけど、ファンイベントで。そう、まあ、今回はね、ファンクラブ会員限定様ということで、会員様限定ということで、本当にもう私がいつもカラオケで歌ってるというか、そう、私がね、普段カラオケで歌う歌をね、ちょっとその中から選ばせていただいたんですけども、そう、だから AKB 入れた方がいいかなみたいな、そう、あったんだけど、いや、ファンクラブ入ってくださってる方には、となんか普段の自分もね、ちょっと見せていきたいなみたいな、こうちょっとわがまま思い出まして、そう、気まぐれロマンティック、ワールドイズマイン、初音ミクのやつですね、と、桃色片思い、あやや、あやや、はい、桃色片思いは、ほんと歌詞の画面が映んなくなって、あわわわってなってたんですけど、まあ、そう、良かったです。そうで、第2部は、全部アニソンですね。第2部何歌ったっけな、ゴッドの星海飛行、星海飛行はマクロスの歌で、そう、まあ、キランカ可愛くて、ちょっと、はい。お、パティコ、カチコ、クマちゃん、カボチャ、クマちゃん、ありがとうございます。わー、ありがとう。ありがとう。そう、ランカリーちゃんの、そう、星海飛行歌って、ゴッドノーズっていう、鈴宮春日のやつ歌って、で、最後は、小倉優衣ちゃんっていう、声優さんがいるんですけど、本当に可愛くて、もう大好きなんですけど、その小倉優衣ちゃんの、ね、歌、初主役、初ヒロインアニメかな、うん、のキャラクターの、そう、エンディングだっけ、オープニングだっけ、どっちだっけ、エンディングかなの歌ですね、ベイビースイートベリーラブ。そう、変猫、そう、懐かしいよね。そうなんです、多分ね、世代、めっちゃ世代だと思うなんか同じ世代の人は、あ、懐かしいなってなるアニメだと思う。うん、こんばんは。そうそうそう、こんばんは。かわいい、ヤホー、やった、ありがとう、こんばんは、こんばんは。髪伸びました。そう、髪ね、伸びたよね。そうなの、髪伸びました。そう、髪はめっちゃ伸びたの。イエーイ。初見です、ありがとうございます。髪伸び、そう、髪伸びましたね。ハーフアップ、ハーフアップ、そう、ハロウィンパーティー、ハロウィンパーティーはしてないです。ハロウィン早くね、ハロウィンパーティー29日だよ、まだ。そう、そうなんです。最
近公演 MC めっちゃ受けてますよね。え、いつの話ですか。受けてないよ。その全然出張公演はもう全然静かにひっそりとやっております。ソロイベがハロウィンパーティー、そうソロイベはハロウィンパーティーだったので、そうなの、そうハロウィンパーティーした、その意味ではしましたね。そうツーショット、おありがとう、ツーショットね、楽しみ、ぜひぜひ皆さんツーショットね撮りに来てください。本当にこの次アルバムいつ出るか分かりませんし、もう最後のツーショット会かもしれないので、うん、ぜひぜひツーショット撮りに来てください。で12月はあれですね、12月がねの写メ会は、あの私とせいちゃん舞台であのお休みなので、11月にとかいろんなとこにその分が載ってるので、そうだから本当は12月だったらサンタさんとかあったんですけど、ないので11月に早めのサンタさんとクリスマスコーデをやろうと思うので、ぜひぜひ11月23、24の写メ会来てください。待ってます。そう早めのサンタさん、多分一人でサンタで浮いてるけどそうなの、写メ会ってポーズ決められてるの？いや自由ですよ、どんなポーズしたいか決められるし、そうね握手とかなんか手握ったりとかはできないんだけど、全然普通に写真ツーショット撮れるよ。そうこんばんは、ギャルピっていけますか？え絶対全然いける、超やろうギャルピ、 OK。 そうこんばんは、こんばんは、わくちゃん初めて舞台見に、あありがとうございます、わくちゃん見に来て、ありがとう、嬉しい。今日のネイルめっちゃシンプルっていうか、そうあのビジュアル撮影したんですよ、そのそれこそわくちゃんのあの舞台のね、そうでゴリゴリネイルするわけにいかなくいいから普通に、うん、そう今はシンプルネイルですね、全然久々にというか初めてぐらい、こんな一色地爪みたいなネイル。おすすめのポーズ、みたいな。こんな感じでとかハートとかにっかりとかこんな感じで、意外とギャルなのかな、全然ギャルじゃないです、初見です、どうも。そうあのテーブル挟んで椅子椅子みたいな、多分あのイコラブ写メ会って出てきて、イコラブ写真会って調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、あんな感じをイメージしていただけるといいかなと思います。はい多分あんな感じ、私たちも本当にあれかは分からないけど、 あんな感じだと思う、だいたい一緒だと思う。そうこれとかね、これはあの顔が小さくなると漏れます。めっちゃ久しぶり、そうだね、だってコロナになってからシャメかもうシャメ会じゃ、シャメじゃないんだよ、ツーショット会、シャメって言っちゃダメ、写真会、ツーショット写真会、そうむ
昔は真横に撮って写真撮りましたね。その時代あったよね。でも私テーブル挟んでツーショットしかやったことないかも。その的なりツーショットはやったことないな。うん、それ見てたもん私。うん、あ、こうやって撮るんだみたいな、いいな、いつか行きたいなって思いながら、多分中学生ぐらいかな、見てたかな。こんばんは。話すことはないだけど、何話そうかな。あにちゃんです。最近は舞台で忙しいのでしょうか。いや、まだね、稽古始まってない。来月からだから、まだ忙しくはない。来月が忙しそうですね、稽古で。うん、ピョン、ピョン、顔よ小さくなれ。来年の1月初めてアイネさん行きます。ありがとうございます。お待ちしてます。東京握手会で初めて握手したけど、あにちゃん面白かった。あ、嬉しい、ありがとう。そうなんですか。あ、嬉しい。面白い、面白いって言われるの嬉しい、めっちゃ。やった。北海道めっちゃ楽しかったです。北海道最高。てか北海道大好きなんです。北海道大好きなの。本当に北海道大好き北海道大好きで、そう、まずね、前泊して本番の前日にメンバー6人でレミタンとあやみんとくるみとせいちゃんと私とセリカでお寿司を食べに行って、そのお寿司屋さんで小栗ゆいさんのサインを見つけてそうで、次の日本番ゆいちゃんのサインあってお寿司屋さんにみたいな言って、でそこでも差し入れでロイズのチョコレートチョコレートがけポテチとか、なんかもうちくわパンとか、もう白い恋人とか、あの北海道の名物がもうずらりと並ばせていただきまし、いただきまして、でその後イクラ丼もあって、普通にお弁当もあるのにイクラ丼も用意してくれて、しかもそのイクラがこうドーンってあって、それをあの自分でご飯よそって、その上にも好きなだけイクラかけてくださいみたいな、ありがとうございますっていう感じでしたね。楽しかった。でその夜はメンバーみんなでご飯行って、もう本当にいっぱいご飯食べました。すごいかった、えみたいな。あ、まあ、でも15、6人で行ったらそうなるか、この額かみたいな。そう、なんか経費だ、経費っていうか経費だからいいんですけど、これもし自腹のご飯会で、もちろん先輩だからさ、私とかゆりちゃんが払うわけじゃん。それで多分あの額だったらすごいヒーってなってたよね。うん、イーってなってたかもしれない。うん、ちょっと待ってって、ちょっと待って、うん、さすがに請求するかも。 DH にすいません、これご飯代ですってそうなの、そうなの。やめえ、でもね、めちゃめちゃ食べたよ。うん、やっぱ結構みんな育ち盛りの子もいっぱいいたから、18期17期もいて、やっぱ育ち盛りじゃんみんな。もう食べる食べるというか、もうみんな食べな食べなって私たちも言うわけそう、
なんか全部美味しくいただいたんですけど、すごい私そんな大人数で行って大人数で行くのが初めてではないけど、その自分たちで値段を見るのが初めてで、あこんなに行くんだと思って、そう、うん、そうなんですね、初めて見て、うん、そうで、その本番の朝はセリカとセイちゃんとスープカレーを食べに行って、北海道スープカレーも有名じゃないですか。そうだから結構有名なところに行って、すごいそれも美味しかったの、スープカレー本当に。っていうか北海道の野菜も大好きで、北海道のジャガイモとか本当に美味しくて、なんかかぼちゃとかも入ってたんですけど、いや本当に美味しかった、もう感動、北海道っていつも感動する。そうで、そうだね、その次の日は特に何もかな。でもロイズのチョコレートチップスをだけは空港で買って、時間なかったんですけど、そうみんな10分の間にバーっとお土産買って、10分で帰ってきて、でそうすぐ乗ってみたいな感じで、そう楽しかった。そうだね。でも1日目はそう、ツイッター X にも載せたんですけど、お生姜焼きさんありがとうだわー、野球少年ありがとうございます。そう、セイコーマート行って北海道ミルクソフトみたいなの食べてめっちゃ美味しかったし、また北海道行きたい、北海道いいな、北海道行きたいな。こんばんは。活源のソフト牛乳みたいなあったけど、私飲んでないですね。うん、牛乳はねあんま好きじゃないんだよね。セコマのホットシェフさ、そうせいちゃんもホットシェフ見てみたいって言ってて行ったんだけど、行ったのが9時10時ぐらいで、本当に一品もなかった。ホットシェフ全部売れてた、一個もないねってなって、本当だ。そう、ブラック日課の看板どうだった？あ、ブラック日課おじさんの看板、あこれ有名なんだってそう知りました。なんか、うん、でも映えだった。そう、夜にあの看板の前で撮るのすごいおしゃれになるなと思いました。うん、せいちゃんとずっと一緒にいるね。そうだよ、せいちゃん一緒にいる、ずっとせいちゃんと同期だからうん、せいちゃんと同期なんだ。お疲れ様です。北海道寒かったね。なんかその普通のロンティー長袖とで行ったんだけど、なんか空港のユニクロでパーカーを買ったの。まあこのパーカーあればいけるだろうって思って、長袖だしした思って行ったんですけど、めちゃめちゃ寒くて、せいちゃんなんかダウン着てて、ダウンいいなって思ってたんですよ。でもそのせいちゃんが自己紹介 MC でダウン早いですかねって言ったら、早いみたいな、客席がうん早いよみたいな、そうすごいいっぱい反応来て、あ早いんだと思って、うん、でも多分あれぐらいの寒さだったら東京でダウン着ると思う。万全をキスせいちゃん、そうせいちゃんね、新しいダウンだから下ろしたいって言って、かわいいよね。そう下ろしたてダウンで来たせいちゃん、
確かに私たちのピークはの寒さよりさらに寒いわけだもんね、北海道は。だから確かに今より寒くなるのに今ダウン着てたら持たないぞって言われたら確かにって思う。こんばんは、こんばんは。あ、じゃあ荷物多いタイプ？いやね、今回ねトートバッグで行ったよ、2泊だったけど。うん、トートバッグで行けましたね。めっちゃ荷物少なかった。なんか意外といけて、まあ、でも充電器忘れたりしたけど全然意外といけました。うん、北海道夏に行きたい。あにちゃんそんなイメージある。おお、ほんと荷物少なそう、嬉しい。でもあのね、広島の時、香川岡山広島の時になんかあのちっちゃいのが、ちっちゃいキャリーケースあるじゃん、なんか2泊用ぐらいの、なんかあれがなくて、もうほんとでっかい、マレーシア行く時ぐらい使ってた、なんか5泊分ぐらい入るでっかいキャリーケースしかなくて、であの3日間じゃん香川も、だからみんなちっちゃいので ちっちゃいキャリーバッグで来てて、私もその気持ちで行きたいのは山々なんだけど、ちょっとでかすぎちゃって、なんか登場した時に集合場所にねガラガラ行った時にでかーみたいな、あれちゃんそれで行くのみたいな、でかーみたいななって、ケラケラみたいになって、すごいちょっといやだってしょうがないじゃないですかみたいなって笑ってたけど、内心めっちゃ恥ずかしくて、確かにこんなでっかいのめっちゃ恥ずかしいやんって思いながら、そう預けたりしたんだけど、でもめちゃくちゃスカスカで、だって3泊4日4泊ぐらいだから、そうすっごい恥ずかしくて、なんかでかいんだもん、で私の体ぐらいあるから、そうで恥ずかしくて、でも3日間だとトートバッグじゃいけないから、でも今回北海道は2泊だけどトートバッグで行けました。でもね、その広島の時は本当にいらんものをいっぱい持ってったの、なんか多分パジャマとか持って行ってみたりしちゃったの、あとなんか持ってってたな、これ絶対使わないじゃんと思いつつもなんか入れてたんだよね。でなんかいろいろ着替えとかもなんか多めに持ってっちゃったし、なんかすごいねいっぱいね持ってっちゃってたの。そうなの。でも北海道の時はほんとギリ足りなかったら向こうで買おうと思ってギリギリのものだけを持っていったからな。であとメイクポーチもなんかちゃんと厳選して持ってったの。なんかいつもはなんかいっぱい持ってって今日はこれにしようかなみたいななるけど、その時は絶対北海道はもうこのメイクしようって決めて、もうそのやつ道具しか持っていかなかったから、メイクポーチも結構ちっちゃくなって、そうだから結構ねいけましたね。うん、こんばんは、こんばんは。
ちはどんなの持っていくの？私はモフサンドのピンクのバニティーポーチ使ってます。ピンク。ところでめちゃめちゃ可愛いですね。お、ありがとうございます。感謝。ねえ、遠征はジャージで寝る？でもホテルになんかついてるパジャマ的な。お、たゆさん、かぼちゃくまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。やった、たゆさん。めっちゃ大人っぽくなったって言われない？いや、大人なんですよ、そもそもね。ありがとう。もともと大人なんで、うん。お兄ちゃん。うん。ネックレス太め。え、可愛くない？これめっちゃ可愛い。これなんか韓国っぽいやつ、可愛いです。そう、これめっちゃ可愛い、気に入り。チャラチャラ、オンニですもんね。そうだよ、オンニだよ。あらね、オンニ。綺麗になりましたね。そうでしょ、韓国っぽい。そう、韓国っぽい。オンニです。オンニって兄じゃないの？お兄ちゃんね、それは。お兄、お兄だね。お兄ちゃんは、オンニはお姉さん。なんかでも別に本当のお姉さんっていうより、普通に目上のお姉さんを呼ぶときに、私だったらなんかこうトムさんとかモギさんとか、さんみたいな感じ。年上のお姉ちゃんを、にを呼ぶときはなんとかオンニっていう、ともオンニみたいな。そう、だからリンちゃんとかも年上だからリンオンニーになる。そう、お兄ちゃんはオッパーだよ。そう、本当のお兄ちゃんってよりなんかお兄さんみたいな。そう、オッパー、うん。ヤドちゃん、ヤドちゃん、あー間違えた、1万かと思った、タワーかと思った。でもありがとうありがとう。そう、おっぱーとお兄と、おまーはお母さん。ヤンキーが姉さんっていうみたいな。あ、そんな感じじゃない？多分。韓国語上手。え、本当？え、嬉しい、やった。僕
帯おじさんもおじさんだから僕帯おっぱにはならないってことね。いや、おっぱでいいんじゃない、みんな。うん、おっぱだよ。なんか喋れる、ファジャンシロディエオナーヌンキヨなんか友達にこれだけは覚えとけって言われたの、もし韓国行くことがあったら、それ言えたらなんとかなるみたいな言われて、そう、ファジャンシロディエヨは、トイレどこですか、そう、ナーヌンキヨはナーヌンが私はで、キヨが可愛いだから私は可愛い、そう、友達にこの2つだけ覚えておきなさいって言われて、わかったって言ってなんかそしたらなんとかなるでしょうって言われたの。わかりました。あとなんだろう、けんちゃなよ、けんちゃなよ、ちんちゃ、ちんちゃ、こまを、こまを、ありがとうね、で、はい、みたいな、で、で、あと、あにゃ、あにゃ、あにゃ、かじゃ、かじゃ、かじゃ、マシっすよ、そう、マシっすよ、おし、おいしい。アンニョンって、韓国語上手だね、だって、やった、ありがとう、嬉しい。英検は何級ですか、英検3級です。なんとか中世よは、あ、違う、これくださいが、よぎ、なんだっけ、よ、よ、なん、よ、なんとか呼ぶせよみたいな感じ。こんばんは。でも韓国ドラマとかも見てることあるから、それで覚える。プレジャンニー会長、社長、プレジャンニー、愛の不時着見ました。愛の不時着もボロボロ泣いた、もうえーんって言った、普通に泣くすぎてえーんって言った。最近おすすめのアニメ教えてください。チブリーチ、チ面白い、チがね、もうなんか、うん、面白い気がする。あとね、あれが気になってますね、どれだ、なんだっけ、忘れちゃった。血ってさ、ね、地動説の血かな、でもそうだよね、きっと血って。ネトフリ、うん、ネトフリで見てます。ダンダダンはね、今日1話見たんですけど、うん、まあ、そう、うん、でも面白いと思う。こんばんは、こんばんは。
そうやな。何見てたかな。何見てるかな。そんなもんか。逃げ上手の若君見てた。めっちゃ面白かった。スイートトゥースシーズン3の6話なんだけど、展開が苦しくて先が見れない。スイートトゥースね、いやめっちゃよかった。スイートトゥース、スイートトゥース見てる時、スイートトゥース見る以外何もできなかった。家でスイートトゥース見ることしかできなかった。いや、わかるよ。スイートトゥース辛いよね。トゥ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 ドゥルルルルルルルドゥルルルルルルルドゥルルドゥルルルドゥドゥルルルルルドゥドゥルルルルルル。明日のラスバレ放送局がもう心配で心配で、普段なんかこの番組出るとかなって、 AKB とかなって、でもなんかわかるじゃん AKB のやつは、なんとなく。そうだから、その普通に台本確認していくだけなんだけど、もうラスバレ放送局って普通に声優さんとかも出るじゃん。で、現役のアイドル出てるのないから、普通にその舞台女優さん俳優さんが出てて、そうで、だからしかも明日一緒にやる方がガチゴリゴリの声優さんで、へーってなってるんですけど、だからさっき見ちゃったよね、 YouTube で。なんかあの YouTube でも配信されてて、だから YouTube でこういろんな人の見て、あ、こういう流れかみたいな。台本はあるんですけど、あ、こうやって喋るのかみたいな。なんか、私なんか喋れるかなっていう、そう、緊張。そう、なんかやっぱネモステレビとかはさ、やっぱちっちゃい時っていうか子供の時からさ、なんかやってるからさ、わかるし、あの先輩たちの見て AKB 入ったからわかるけど、私そのグループ内の MC とかあるからさ、もう全然あれだけど、ロケとかもあるし、初めてそのなんかキャラクターボイスのキャラクターボイスこの人ですみたいななっていくから、ちょっと大丈夫かなみたいな、その界隈の方になんかこう拒否されないかなみたいな思って、ちょっと不安ですね。緊張する。そう、でもやっぱりね、声優さんとかも声のお仕事するの本当に嬉しいので、そう、これはめっちゃチャンスだなと思うので、頑張りたいなと思います。はい、これを機にというかね、これも一生懸命頑張って、またそういうお仕事できたらいいなと思いますので、ね、ぜひ皆さんラスバレプレイしてみてください。のワグちゃんが出るまでぜひプレイしてみてください。はい、
MC といえば仮面ライダーショーの悪役の人頭良さそうだ。え、それな、それな思った、あの松伏のね、仮面ライダーショーガブのね、マイク片手に持ちながらこう剣でやってて、でなんかすごいいいかみたいな、なんか会場もみんなみたいな、なんか会場の空気を本当にひとまとまりにしてて、私の悪役さんに結構わーってなってて、 MC うまーと思って、わこれこれみたいな、そう子供たちもうわーみたいななって、なんとかなんとかみたいな言ってて、わこれすごいって思って、あこの人から学ぼうって思ったのと、普通にヒーローショーかっこよくてめっちゃ見ちゃった、うん楽しかった。なんか頑張れみたいな言ったり、なんかそのいいのかお前らみたいな、こうこれ倒しちゃうぞみたいな、うわー嫌だーみたいななってて、そう、それにガブのスーツアクターの人も動ける人でビビりました。え、そう、だめっちゃそう、うまって思って全員、いやもちろん当たり前なんだけど、すごうまって思って、私も本当端くれですけど、アサルトとかで盾やるから危険とかね、剣さばきとかなんかもうなんかすごい体の使い方がうますぎて、みたいな。こよって思って後ろから見てました。ね、普通にプライベートでヒーローショー見に行こうかなってぐらい、なんかねもうね感動した。ですね、うん、こんばんは、こんばんは、そうでしょうね。マニちゃんと麻雀したい。え、私も麻雀したい。ね。あやねクイズ0点だった。いやね、あれね、私もね、ちょっとよくわかんなくて。そう。なんか20問いきますみたいな。20多くないかって思ったけど20はいって用意してくださってるから、スタッフさんもはいって、そうで私も知らないクイズというか、これ私は知ってるけどね、そうそうそう、でもなんかみんなの一生懸命考えてるのがそう嬉しくて楽しかったです。はい、プリキュアは何世代ですか？プリキュアはね、二人はプリキュアから見てます。二人はプリキュアマックスハートうん、全然第1話目から見てます。渚とほのか、ハートキャッチプリキュア見てないの。本当にちゃんと見てたのは、ワンツースリーフォープリキュアファイブまでは見てた。
それ以降は見てたかもしれないけど、あんま記憶にないかも。ハートキャッチプリキュアはね、そう割と最近な気がする。なんかあ、こその最近の子が見るやつだなっていう気が してますね。プリキュアもね、なんかいろんなプリキュア出てきてすごいよね。でもプリキュアってさ、やっぱさ、あの多分何歳になってもね、ワクワクする。うん、あの変身シーンとかさ、もじゃもじゃドレミちゃんもそうだけどね。わ、懐かしいな。私ね、花ちゃんのね、喋る人形持ってたのよ。花、ドレミちゃんのさ、花ちゃんいるじゃん、赤ちゃんの。で、すっごい硬いんだけど、多分その当時なんか硬くしない、硬い機械みたいな感じで、なんかふさふさじゃない、もうすっごい硬い花ちゃんがおしゃべりするの、ボタン押したら。それ持ってたな。うちにもいた。え、すごい。え、世代だよね。え、世代だよね。え、あとさ、あのさ、ナージャわかる？明日のナージャ、めっちゃ世代な気がする。この25から30の女の子たち。待って、その花ちゃん知ってる？同世代。明日のナージャ、僕はイベントの日、アーネオオカミさんが初音ミクに見えました。え、嬉しい、ありがとう。そう、ワールドイズマインね、歌ったからね。そう、あれを人前で歌う日が来ると思わなかった。そう、昔からまあ一人で歌ってたし、そう、人前で歌うものじゃないと思ってたから、自分が歌ってて ただ一人で楽しい、そうやつだから、そう、人前で歌える日が来るとはと思って嬉しかったですね。ガッシュベルね、いや、ガッシュベル全部見たよ。いや、ガッシュベルね、ガッシュね、超大好きだった。ガッシュ一番好きだったかも、あの当時。うん、お願いマーメ、お願いマイメロディー、マイメイドメロディー、ピチピチピッチ、あ、ピチピチピッチね、ピチピチピッチなんてもう、うん、それだもん。いや、だってピチピチピッチ見ようぜとかじゃなくて、当たり前に見てたもんね、ピチピチピッチね、キャンチョメ。いや、ガッシュはもう泣ける泣ける。もうガッシュって結構もう泣いちゃう。そうね、アニメね、最後までやれなかったからね。だからさ、もう変なとこで終わったよね、この終わり方何って。うん、その時思った。え？ってなった。そう、でも、あ、これか、これで、私その当時漫画とか持ってなかったから、そう、た子供で、あ、これが終わりなのって思って、そう、でも大人になって、あれは原作とは違うよみたいな話聞いて、あ、そうなんだみたいな、まあ、でもそうだよなみたいな、急に終わりすぎだもんなと思って、そう、ね、おもろいよね。メルヘブンとか見てたな。ポッチステーション聞いたことあるけど、わかんない。あっちポッチステーションってなんだっけ。めっちゃなんか聞いたことあるな。
植木の法則ね、懐かしい。植木の法則懐かしい。泣きそう。あれね、あの木のやつね、 木で生やしてさ、木で戦うんだよね。そう、ねえ、面白い、面白かったな当時のアニメ。なんかこうやっぱさ、その少年に向けてだよね、完全に少年の夢だったよね。うん、バルカン300知ってる、バルカン300知ってるよ。はじめまして、はじめまして。こんばんは。少女漫画あんまり読まない。少女漫画はでもね、読んでたよちゃんと。チャオと仲良し買ってた。でもなんかチャオと仲良しを見始めたのが結構遅いというか、小4とかそんぐらいから。だからそれまでは本当になんかそのガッシュとかさ、ワンピースとかナルトとかブリーチとか見てて、なんかその気づいたんだろうね、女の子が見るものはちょっと違うんじゃないかって気づいたんだろうね、10歳ぐらいで。でなんかみんなどうやら仲良しとチャオというものを読んでいるらしいって気づき、なんかそっからなんか買い始めてたね。そう、あれあれってこう、どうやらみんなはこうチャオとかを読んでいるらしいみたいな気づいたのなよ。そうで読んでみたら、まあもちろん守護キャラとかね、めちゃモテ委員長とか、キラリンレボリューションはアニメかとかね、もう面白かったよね。なんか懐かしいな。うん、なんかもうそっからもう漫画とアニメはね、ずっと子供の時からずっと見てますね。うん、だから結構さ、でも男の子って基本アニメ見てるイメージあるんですよ。女の子はこうなんか、まあ、プリキュアとか見ててもだんだんアニメとか見なくなるみたいなイメージあって、漫画も読みませんってイメージあって、でもだからなんかこうスタッフさんとかマネージャーさんとかと、なんか当たり前だと思っちゃってて、勝手にブリーチとか知らないって思ってなくて、うんって言うと、あ見てないですみたいな言われて、あそっかみたいな、あそう、そうだよなみたいなってなって、そうなる。そりゃ見てない人もいるよなもちろんみたいな。そういつもね、反省する。カードキャプターさくらね、見てたよ。あんま記憶ないけど、けど見てましたね、さくらちゃん見てた。ナルトはね全然見てた。ナルトめっちゃ見てた。でもなんかあのキュービー、人中力だっけ、なんだっけ、尻尾持ってる人、8尾とか6尾とか、ナルトキュービーじゃん。その全部の尾持ってる人が集まるらへんからちょっと分かんなくなってきて、そうだね、最後まで 見れてないね。うん、ブリーチ見てない人いると、なんだとってなるよね。なんだとっていう、いちごしか言わないやつなんだと
と俺挽回できるようになったのに。え、すごいじゃん。ブリーチ面白いよね。やっぱなんかブリーチが一番刺さってた気がする、自分に。なんかワンピース、ナルトとブリーチはこう結構なんか、国語算数英語みたいな感じで、こう、 うちはそう、お父さんが見てたから見てたんだけど、なんかその中でもやっぱりブリーチが一番刺さった気がする、自分に。ブリーチの推しメンは棺谷藤四郎。人生の最初の推しは私、棺谷藤四郎かもしれない、もしかしたら。挽回ね、なんか挽回ね、挽回ね。十番隊大将、大グレンヒョウリンマ、そう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 、シロちゃんね、そう、シロちゃん。なんだろうね、なんで棺谷大将ってなんか、なんかね、なんかいいよね。いや、なんかもう、うん、好き。京楽さんね、京楽さんね、京楽さんね。いや、辛い立場だよな。いやね、どうなんだろう、うん、ね、もう、うん、まゆり様、でもまゆり様好きな人結構あのいるよ。私のパパもね、あの黒土隊長好き。ソイホン、ソイホンか。なんかさ、ブリーチってさ、漢字おしゃれだよね。そこもなんかね、好きなの。なんか山本源流斎茂国みたいな、どこからどこまでが苗字でしょうかみたいな、そのなんて言うんだろう、名前なっかーみたいな、漢字かっこよーみたいのが、そう、ちょっと好きだったね。まだらめね、まだらめ一角ね、ね、わかる。でも私弓地下好きだ、弓地下好きだし、あと八千代ちゃんも好きだし、ね、ザラキ隊長好きですね。グリム長者が、いや、アランカルもいいよね。アランカルもなんかよ、アランカル良かったよね。うん、残白刀の推し、残白刀の推し、もう考えたことないかも。残白刀の推し、どうしよう。どうしよう。まあ氷林丸は、まあ氷林丸なんだけど、いや、まあでもやっぱみんな大好き千本桜じゃないですか。うん、ぶっちゃけ千本桜の原理はよく分かってないんだけど、でもかっこいい。袖の白焼きね、あー、ザビ丸も可愛いよね。どうしよっかな。いや、でもな、
どうしよう、悩ましい、ちょっと考えとこう。これ何時から始めたっけ、もう1時間くらいやってるのかな。これ次のファンイベントで出ますか当てないと思います高橋彩音の推し残白糖はって出ないと思いますなんだろうね、なんだろうな、アニメクイズ、アニメクイズやりたいね。アニメクイズやるのいいね。確かにアニメクイズやりたい。うん。1時間、お、1時間やってるのか。本当、じゃあ iPad の充電も6なので。そろそろ終わりにしましょうかね。じゃあランキング見まーす。あれ反応しない。お、いきます。13位ショートさん、ありがとうございます。12位清水さん、ありがとうございます。11位 YS73 さん、ありがとうございます。10位バイユーさん、ありがとうございます。9位ママさん、ありがとうございます。8位トメさん、ありがとうございます。7位コリパンダさん、ありがとうございます。6位サトチアイヌ大福さん、ありがとうございます。5位ヤドちゃんさん、ありがとうございます。コマオ、ありがとう。4位カティコ、ありがとうございます。3位夏目さん、ありがとう。で、みんな、2位太陽さん、ありがとうございます。1位生姜焼きさん、ありがとうございます。タワーをくださった生姜焼きさん、太陽さん、夏目さん、カティさん、ヤドちゃんもかな、んかだっけ、ありがとうございます。ありがとうございました。また見に来てください。明日のラスバレ見てね。いっぱいコメントしてください。私を守って応援して、コメントで応援してね。バイバーイ、ありがとう、おやすみ、バイバーイ。